ってますが、見上げるような形になってますけどね、ここからはあの先ほど学校の工事をしたときに、壺がね一つ出てきてます4号古墳から、まあ、この中からではありませんけどこの周りからね、まああのできた年齢はまあ大体あの第1、第2、第3、まあ、こちらの方が第4、第5ですが、ね、年代的には今から1500年前ですね、ここら辺の大体こう今ちょうど海抜、そこに出てますように 19.6 メーターと書いてありましたね、坂の上に、ここはあの昔大昔はですね今言った1500年ぐらい前は小高い丘でした。でこの下が浅瀬の海でした。東京湾の一部ですね。でそのような形なもんですから、当然のことながら今日の一部ここに住んでた人たちは貝を食べでこういうところで山に捨ててたんですね。でそういったあのその上にこういった古墳が築かれているということです。まあ、これから先ね、行きまして第1、第2、第3の発掘された第一古墳の細かい説明を申し上げたいとこう思っております。森巡りツアーに来ています。松戸の地域の約 4% がですね、森なんですが、まあ、ほぼそれしか残っておりません。森っていうのは維持がすごく難しくてですね、はい、今校長先生の話が始まったので、いつもあの河南美化の会の皆様方にはあの本校ボランティア関係で本当にお手伝いしてもらって非常に助かっております。うちの生徒ですけれども、学校の中に学校の敷地の中に古墳があるっていうことは子どもたちにとってもあのとても誇りに思っていることの一つでございます。あのなんなりと学校の中に入ってきていただいてですね、実際に子どもたちと触れ合っていただければなと考えております。どうぞよろしくお願いします。森巡りツアーというのがありまして、松尾の地域の約 4% しか森残っていません。で森っていうのは非常に維持が難しくて、例えばあの経済的価値を生み出さない、加えてですね、ゴミが捨てられてしまう、そういった問題で非常に維持が難しくどんどん減っています。ただですね、先ほど回ってきた斎藤邸しかりですね、今河原塚古墳を見ていますが、そういった歴史的な、価値のあるものっていうのが実は維持するために、まあ、経済的価値を持つと私は考えています。そしてその経済的価値がですね、まあ、その歴史的な価値のあるもの、文化的価値あるものを維持する、鍵になるのではないかなと考えています。まあ、いずれにせよですね、非常に今日いいお天気で、森巡りツアー非常に楽しゅうございます。まだですね、おそらく今日は上敷河原塚を巡るツアーに来てますが、まだツアーあると思いますので、ぜひともですね、皆さん、広報松戸をご覧になってですね、参加していただければと思います。それでは、河原塚中学校ですねからお届けいたしました。